モーニングクローズアップ毎月第3火曜日は小坂雄二のワクワクマーケティングのお時間ですはい 山口大学ご出身でよかったって僕たちがいつも思っている <laughs> そうなんですね、はい、えー。山口大学の情報学ね、山口大学ご出身で情報学の博士号をお持ちの小坂雄二さんですワクワク系マーケティング実践会という学びの会をもう20年以上にわたって主催されている方です豊富な実践例の中からワクワクするようなものの売り方お客様へのアプローチの仕方をご紹介いただいております小坂さんおはようございますおはようございますよろしくお願いします お願いします。ますさあ、今月ご紹介いただける事例はどんなものでしょうか。はい、今月はですね、えー、あるお店が席数を減らしたけど利益が上がったというお話です。えー、<laughs> 普通席の数を減らしたらお客さんの数が減りますよね、<laughs> トータルで。そうそうそうはい、あのー、これはですね、えー、とある飲食店の、えー、地方の町の格好料理屋さんでの実は。 ール料理屋さん、はいはい、言われるように、ですねあの一般的に飲食店の収益っていうのは、まあ、席の数と回転数で測られますので、まあ、例えば、席の数が20席のお店に、1日100人お客さんが来たら、回転いうあそうです。ですから、普通、お店の経営者っていうのは、どんどん繁盛してくれば、店の面積広げて席数増やす。うん ですよね、で同じように5回転してくれれば、うん、まあ30席で5回転なら、今度は150人のお客さんということになって、売り上げ上がってくるってことだから、はい、普通席数は減らさないです、ね、そうですよ。<ー>はい、もう一つ、あれじゃないですか、回転率を上げるっていうふうに考える人もいますよね、いますね、いますね、立ち飲みの店とかね、<laughs> 回転率高いみたいな、はい、ファーストフードなんかもそうですし、でもこのお店は、それをしなかった。 はい、減らしてかつゆったりと、<ー>どうぞゆっくりお過ごしくださいという。えゆったりしてたら、長いしそうですけどね。ですから、席の数も減らすし、回転率も上げようとしないと、<ー>それでも利益は上がっていくと。うん、分かった、じゃあ値段を上げたんです、ね、値上げだ。まあ、値上げは、まあ、実際去年はしてるんですけども、うん、値上げはまあ、ある意味、 お客さんがの強い支持をいただいた結果というところで、さきたわけ。最初は上げてるわけじゃないんですね。そうなんですね。え、これ何をしたんですか?。もともとですね、実はこのお店繁盛店で、うん。で、あの、店主さん曰くですね、うん。あの、自分がかつてはですね、飲食店をやりになってた時は、うん。 飲食店とは満席でないとだめなんだと、とにかく多くのお客さんに来てもらうものなんだと、はい、予約がたくさん入って、駐車場が埋まっていて、当たり前っていうふうに、なんか思い込んでたらしいんですね。うん、なんだけど、その頃確かに繁盛店だったんだけど、客単価も安かったしたくさんの人には来ていただけて、売り上げも上がってるんだけど、うん、スタッフもいっぱいいて、回転率も高いから、うん、もうなんか、にぎやかって、まあ、あのー、 おっっしゃってはいますけどもちょっとまあ何ていうのかな忙しいと言いますか、ね、でまあ,あの当時ねあのおかみさんとその店主さんがですねこれ確かに繁盛してるけどこれ本当に自分たちのやりたい店なのかなとあ<ー>、うん、まあおかみさんのお言葉なんですけど当時はハードでしんどくて毎日流れるような営業スタイルでお客さんを本当にきちんと満足させてたのかなと、まあ、それもよく分かってなかったよね っていうことでそれで実は私どもの会に入られてから数年かけて徐々にまあゆったりした営業スタイルに変えていってそれで昨年思い切って席数を減らしましたっていうで今お店の営業もお二人でやってると従業員の方もいらっしゃらないですかあコロナもありましたしねコロナの 間やっぱりあの通常営業できなかったこともあって、今はじゃあ、コロナが明けたので、またね、スタッフいっぱい雇って、忙しい店をするかっていうと、もうそれは行かないで、そっちの方にはですね。リセットしたってことですね実際に席数を減らしましたら、昨年のお盆前に減らしたらしいんですけども、うんうん、もう明らかにお客さんの満足度が上がったと。 うわあやっぱり丁寧に対応されるようになったってことですかね。これは大事だったりしますよねそことであの先ほどの話ですけども、うん、そ,それが見て取れたので、うん、昨年はもう一つのチャレンジ値上げを行った結果値上げも相まってですね、うん、売り上げが増え当然利益も増えたと。うん、というこ,でこれでも、はい、具体的に石油を減らしただけで。 そんんな、ね、お客さ丁寧に対応したとしても、うん、例えばどんなことされたんですかまあこは私たちの会員さんのサービス業の方は皆さんよく取り込まれるんですけどもお客さんが店に来てくれた価値にあのからにはです、ね、そこでの体験の価値体験,体験価値をいかに上げられるかということをまあ考えもちろんその中にはいわゆる丁寧な接客とか、はい、えそういうのは あるんですけども、まあさらに例えばこのお店の取り組みの一つは、今コース料理とかお料理が終わる頃にですね、あのお客さんの目の前でお茶をいって出すという。目の前でお茶をいんですか。そうなんです。緑茶をこういっていくんですね。見たことないそういうの。そうなんです。火にかけるってこと。そうですお客さんの前にかあのすごくこう綺麗な可愛らしいカセットコンを持ってきて。 そそれでそのお茶を入るほうろくという素焼きのね専用の道具これも信楽き焼きの工房でわざわざ作ってもらってるこだわりのものなんですけどそれに緑茶入れてそれでまああの茶葉をいっていくと。わすごいいい香りしそうだんだん茶色くなってくると香りがわわっと漂ってきてですねでその漂ってきてあーってみんながなってるところで今度はガラス製の急須に茶葉を移し替えてその なんですかね、茶葉が踊るのを見ながらですねお湯を入れていくとそれでどうぞっていう,うわこ,この間10分近くかかるんですけど10分近く。わ、うん、でもなんか全然無駄な時間じゃないうそうもうお客さんはこれ感動でうわー癒されるとかすごい贅沢した気分とか、はい、こんなにしてもらっちゃって申し訳ないくらいっていうね<ー>あのまあ 今まで、あの、はい、お家でも、急須で飲む人って、最近減ってるって言いますもんね。ペットボトルなんですよ、でも。ね。そういう、ね、方々がここに来て。まあ、急須で丁寧に入れていただくだけでも、はい、興味感動するかもしれないんですけども。<ー>お茶を入ると、うわーって、なりますよね。ああ、これがまさに体験の価値、ね。そうなんです。体験の価値を上げていくと。 はあ、で私たちの商売の考え方で、少し、まあ、あの難しい話ですけども、うん、生産性の向上っていうことは私たちとても大事にしていて、はい、まあ日本の特にサービス業の生産性がは,なはだ悪い、国際的に低いっていうのはよく言われてるんですけども、うん、このお客さんの目の前でお茶をいって出すっていうサービス、うん、まあこれはあのーまあ、以前のように忙しい状態では無理。<laughs> ししか、まあ、効率は上がらないですよね、うん、で生産性の向上っていうと大体の人はどうやって効率を上げていくかってまた発想になるからこういう無駄なことはやらないってなってくんですけども、うん、実は生産性の向上っていうのは公式がありましてですね、まあ、効率の向上でも確かに生産性は上がるんだけど付加価値の向上っていうのでも上がるんですよ。はー ですから今の,そのお茶を入って出す私たちがその体験価値を上げるという取り組みはこの公式から言うと付加価値を上げる方なのでまあ生産性が上がってくるんですねなるほどですからまあその結果が客単価が上がっていくとかいろんな方向に具体的には出てくるんですよね。 価値そうなんです、えー、そうすると席数を減らしてでもお客様どんどん満足度も上がっていくし人にもしゃべるししゃべくるしいくよ。めっ単価上げても、うん、大丈夫よみたいな感じになるじゃないですかそうですもっと今度は何をした楽しませてくれるのみたいな感じになっていくから、えー、もうこれが付加価値の向上によって生産性も向上していきながら、まあ、繁盛していくっていうだけで言ったりしてるよねっていう。 だって写真もも撮りたたくなるし SNS にげそうそう結構みんな動画も撮るって,ってあいうか、ね、いや茶葉が待ってるのなんてねこういうところになかなか今ね商売というか、まあ、世の中タイパーとかコスパーとかいってそうそうなんかまあその効率の向上の方じゃないですかあ<ー>でもそうじゃないんだよねっていうだ、ね、からわざわざ席数を減らしてゆったりしてるのに。 やっっっっぱり収益ててて上がいいくっていうその道もちゃんと商売にはあるんだよねっていうことがよく分かる事例だなと思いますよね。 またでもお茶をそうやってって出すってこだわってるってことはお茶自体もおいしい、うん、いいお茶を使ってらっしゃるような気もしますもんね <laughs> <か>もちろんあの料理人としての,その非常に腕のいい方なので、はい、あのお茶を入る前のお料理も素晴らしいんだけどや,やっぱりその忙しい中でねやってこう手を抜いてるってことではないんだけどんやっぱり忙しいなんか体験価値もそんなに高くない、はい、勢い客単価を下げ目にしてなんかコスパいいみたいなね店として。 選ばれていく、まあ、それはそれで別に私は否定はしないだけどまあ彼女たちのようにこれが本当に自分たちがやりたいことなんだろうかっていうねう意外とそういう素朴な疑問っていうのは商売やられてる方は持っていて,てね回転率上げていくのもいいんだけど席、はい、数も 下下げげ減らし回転率も下げだけどゆったりしてもらって贅沢な時間を過ごしてもらって自分たちも楽しいお客さんも楽しい実は商売も繁盛するとお店の方もも楽しいって大事でですすんんねそうなんですよ今本当に自分たちがやりたいスタイルでやれていて幸せですというふうにおかみさんもおっしゃっている。は でも席数減らすとすぐいっぱいになるじゃないですかそしたら予約が取れないお店になってまた気象活動がそうそうだから予約が取れない店に私の会員さんたちと良よくなっていくんですけどやっぱり席数は増やさないんですよ。でもそれでいいんですよねで彼らもじゃあまた席数増やしたらまた忙しくなって人を雇ってっていうふうになって。 るのでなんだかまた自分たちでやりたいことから<ー>気が付いたら離れてるみたいなねお客さんの幸せも自分の幸せも大事っていう。 それが一番楽しいですもんすからね、そういう店、本当に大切だと思いますよねこれ聞いてね、あじゃあ、席数だけ減らせばいいんだじゃなくて、じゃないんですよねをそれをするんじゃなくて、やっぱりそのお店、お店の真心というか、何をしたいかっていう、そこがやっぱ価値を高めるっていうところに目的があるわけであって、席数を減らすっていうのは手段の一つですから。 最近、海外旅行とかでもね、うん、あのただ観光するじゃなくて体験したりとか、付加価値がとこのが今、日本の旅行も人気みたいですからね。だんだんね、えー、こう忙しくいろんなところ回るんじゃなくてね、はい、ゆったりね、しますね。あそういう時代でもあるかなって思いますよね、そういうお店がやっぱ支持されていく。い これお店仕込みしながら聞いてる方うん、うん、ちょっとねう,わうちもどうしようかってなってるかもしれませんよ。いろんな道があるんですけどね,ねこういう道を私たちはお勧めしているところでございます。 小坂さん、あまあ、はい、毎回毎回 <laughs> え話やね、<laughs> えー、小坂さんの著書今絶賛発売中です。あの書店にも行ってみてください。価格上昇時代のマーケティングが出版されています。PHP ビジネス新書から1,23円でございますが、はい、えー、これもこれで非常に勉強になる。僕もしょっちゅう開いていますけども、すごい楽しい事例がたくさん出てますからね。はい、えー、ワクワクマーケティングマーケティングのメールマガジンすいあの、はい、検索してみてください。これ登録 すると届くんですよ、ね、やっぱこういう事例と私の解説が毎週届きますので、うんはい、ぜひ登録していただきたいと思いますね、はい、であの小坂さんの解説もあるんですけどスタッフのねいろんなおこうあの話もね、うん これもまた楽しみでして。そう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 。は体験談もね彼らの体験談もありますしね。はい。はい。ぜひともこちらでねあのどんどん日本のお店があの元気ついてくってなったらいいな。でそうですね。もうぜひそうなっていただきたいですよね。だって真似してもいいわけですもんね。そうですそうです。これになんか著作権とかそういうのないもんね。もうどんどんねこうあそうかというふうにこう気づきあお茶をいってみるかとかいやそうですよ。自分たちでもえかこれ事例とかエピソードからやっぱり結構具体的。 自的に学べるのでこういうことだったらやってみれるかもとかねと、ね、いうところからやっぱりやっていただくといいですよね、はい、小坂さん今日も素敵なお話ありがとうございました、はい、ありがとうございました,ま,した、はい、また来月よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします